今日はもうレッスンも終わって帰って、なんかちょっと映画でも見て帰ろう。あ、帰れないね。スウェーデン語勉強してから帰ります。はい、じゃあ今日は何を、この間の続き。そう、続きです。はい、国の名前、うん、で最初はフランキリケ。フランキリケ、うん、フランキリケ、フランスですか。そうですね。でリケはスウェーデン語の昔の意味で国っていう意味があります。ほうほう。で実はスウェリエの リエの最後もリケっていう、リケの、うん、昔の意味、うん、フランクリケ、フランクリケ、フランクリケ、フランク王国みたいなんですか。そうですね、昔はなんかフランク、うん、ね、フランクって言って、ね、そう、フランクの民族の名前だと思います、うん、フランク民族、うん、そうですね、その民族の国っていう、うん、フランクリケ、フランクリケ。次はスパンニエン、スパンニエン、うん、スパンニエン、これはスパン人ですね。スペイン人ですね。あ、これはスペイン。はい。あ、スペインか。うん、そう、スペイン。で、ちょっと戻ると、フランクリケのフランス語は？フランスか。フランスか。で、うん、スパニケの、あ、違う、スペイン語？うん、スペイン語は、まあ、スパンスか。スパンスか。うん。はあ、だから、ほとんどの、スカになるか。うん、そう。ほとんどの言葉は、語、スカで終わります。例えばヤパンのヤパン、ヤポンスカ、ヤポンスカ、ヤポンスカ、うん、日本語、ヤポンスカ、スウェリエのスウェンスカ、スウェンスカで、うん、スウェーデン語、まあ日本語の語っていう意味になりますね。うん、あとはイタリアン、イタリアン、これはイタリア、うん、イタリア、イタリア、うん、イタリア、でイタリアンスカ、イタリアンスカ、うん、最後はシーナで、K で書くんだけど、シっていう発音をします。シーナ。なんか音からすると、チャイナ。チャイナです。ほうほう、シーナ。中国、シーナ。でも、キーナって書いてシーナって。うん、そうですね。だこの K は、シっていう発音をしていいです。ちょっとそれは意外ですね。うん、そう。あの、そうやって書いたら、シーナと。シーナ。で、中国語はシネーシスカ。シネーシスカ。うん。シーナ。じゃあ上から、はい、フランキリケ。フランキリケ。スパンニエン。スパンニエン。イタリアン。イタリアン。シーナ。シーナ。はい。まだまだありますね。そう。じゃあ国たくさんあります、ね。ちょっと国シリーズ、ちょっと次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。